心はゆるっと、着付けはシャキッと、着付け大好き山宮ひろこです。こんにちは。今日はインスタグラムの帯結び動画19番、これの解説をやります。帯です。帯、垂れが上、手が下で下結びし、これは56センチ手柄があります。この今回の帯結び、とっても単純な帯結びです。大きな柄があると羽が大きいので、その柄がよく見えるし、小さな細かい柄で短かったら小さな羽にすればいいし、とても簡単ですが、単純なだけに美しく見せるのが難しいところですね。始めます。まず垂れ先に裏箱ひだのように見えるんだけど、裏箱でも箱でもひだでもいいんだけど、今回はちょっとずらしたルピナスっていう感じでやってみようかなと思います。裏箱と違ってここが S 字になる感じね。ちょっとずらしてこうです。それを三重仮紐の一番奥に預けます。クリップで留めるよ。はい、そしたら残りのタレを使ってほぼほぼ半分っこにして、左右に分子の大きな羽を作ります。半分に折って合わせて合わせて合わせて、ここはクロス掛けするので手前、こっちもこうして、次はもう一本置く。でクロス掛けして、これが分子の羽になります。こんな風ね。そうしたら今日はいつもよりちょっと大きめの枕でいきますよ。大きな枕、ちょっと大きめの枕で当てたら羽をガシッて持ってください。でよいしょ、しっかり押さえてお背中にピタッとくっつけたら、水平に引いて帯の上線に枕をつけます。そしたら今度は手先も同じようにこんな風にひだを作ってあげて、一番向こうの隣にセッティング。そして太鼓部分をきれいに整えて、帯締めを入れます。巾着みたいになって可愛いかなと思います。いらない部分は枕の向こうか下に入れちゃって、帯締めはどんなにしっかり締めても大丈夫。しっかり締めてください。あとは羽の分子の形付けです。上になる羽は左右対称になってもいいし、ちょっと動きがあっても可愛いと思います。小さなお嬢さんだったら羽
羽を小さくしてあげたり、お背の高い方だったらしっかり垂らしてあげるのも可愛いかな。文庫は2枚の羽がぴったりついているのがミソ。でも作り方は単純で簡単だからすぐにできます。どう？簡単でしょ？できた？今日の帯結び解説はここまで。何回も練習してみてね。じゃあまた次の帯結びの解説動画でお会いしましょう。ブライズヒップチャンネル登録をよろしくね。グッドボタンもよろしくお願いします。じゃあまたね。バイバーイ。